えっと、ウクライナ、ウクライナで戦争が始まりまして、まあ、ロシアの原油、それからロシアのガスを西側諸国は、まあ、買わないということになりましたよね。はい。それでどうなりました私たち、非常にこのね、物価高になりましたよね。とにかく原油、えー、ガス、石炭も上がった。 えですからもう電気代が高騰して大変だということになってますよねじゃあこういつまで続くんですかとはいいやーちょっとこれはショックですねはい中国のエネルギー消費が再起動はい、えー、中国でねほら ウィズコロナになって大混乱になってで今近平はね乗り越えたって言い張ってとにかく工場とかどんどん動かして元通り経済活動するぞってなってるので今後中国のね原油がはい中国が必要とする原油がガーンと増えるだろうと言われていますちょっとこのねグラフ見るんですけどもえー、っとえー、っとですねいくつかまあ 平,平年を考えた時にどんな違いがあるかというとまずですね、えー、北米えー、っとですねうん、はい、ロシアの供給源これやっぱり大きいですねロシアの供給源でもって一気に原油高とかガス高になりましたよ、えー、そこへ持ってきてですね中国の需要が増えるで中国以外の需要も増えるってことになりますと今後あのー、原油価格はかなり 上がっていくだろうという見通しなんですね。ちょっと読んでいきましょう。中国、エネルギー消費再起動。中国が原油などエネルギーの輸入を増やし始めている。さあ、これですよ。はい。あの、一応中国が世界第2位の経済大国であり、まあ、ちょっとインドに抜かされたとはいえ、まあ、13億、14億のですね、膨大な人口を持っているわけですからね。 はい、その中国はもうここ最近ずっとコロナでね工場が動かせないとか都市封鎖とかいってです、ねえー、っっエネルギー輸入するエネルギーが少なくなってきたわけなんですけども増やし始めているとすね今後、増えていくと。 いやいや、ちょっと待てやと。今こんなにね、石油が高くなって、原油もね、原油じゃない、あのガスも高くなって、石炭も高くなって、世界中もヒーヒーっていうところに持ってきて、中国が石油の輸入を増やし始めているということですね。はい、えー。新型コロナ感染拡大を抑え込むゼロコロナ政策を突如終え、落ち込んでいた需要が急速に回復してきた。中国の景気低迷はエネルギー価格の抑制要因だった。 そうねでち。まあ、いくら高い高いってったって、あの巨大な中国がちょっと停滞してるからこそ、まあ、この程度で済んでたわけですね。中国がね、これからどんどん経済を回復させていって、まあ、輸入するね、原油とかエネルギーを増やしていくってことになったら、さらに一段と高くなるということになりますよね。はい、今年は一段、えー、いやこ、今年は一点、上昇圧力となり、インフレ沈静化を目指す世界の懸念材料になるということでした。 はい。えー、っとですね。はい。国際エネルギー機関 IEA によると23年の世界の石油需要は前年比日量200万バレル増の同1億190万バレルと3年ぶりに過去最高を更新する見通し。はい。石油需要、過去最高更新ですよ。まあ、かつてね、もうここ数年停滞停滞って言ってましたけども、石油需要過去最高更新。なのに、 ロシアが外らされてますからね。えー、これはもう、さらに高く、高いものになるだろうと。はい。えー、中国は日量90万バレル増と世界の需要増の約半分を牽引すると見る。一方、供給は伸びない。OPEC とロシアなどを含む OPEC プラスは大規模減産を継続する。ロシアはさらに欧米の制裁に対抗した減産も打ち出した。 アメリカのシェールオイルも増産ペースが鈍い中国人の海外旅行はもう本格化はこれからだ北海ブレンド原油はゆっくり上昇して12月に100ドルをつけ24年はこの水準に定着するということですねはいうーん 一応中国はゼロコロナを終了しそしてウィズコロナにえまあ一気にこう転換したわけですよねそしてバーッとこう感染者増えたんですけどもまあ必ずどこかでピークアウトするわけですもうピークアウトしたのかどうかちょっと分かりませんですけども、はい、そしてこれからは中国がねえいろんな工業生産を ね、担っていくぞということですからね。はい。とするとですね、これ結局、えっ、ー、と、ロシアがどうなるかなんですけども、まず戦争がいつ終わるかですよね。まあ、これ2、3ヶ月で終わると言ってる人はいない。 えー、多分そんな早くは終わらないだろうと、まあ、井上さんとかもね、おっしゃってましたけどね、軍事漫談家の、ね、井上さんおっしゃってましたけども、あのー、もうね、アメリカの戦車の供与が1年先とかだから、もう1年先まで戦ってる前提で、その先の兵器の、ね、手当てまで始まってるということでしたね。 まあとでちょっと述べますけども中国が参戦する可能性がある、まあ、参戦というよりもあの武器を渡す可能性があると、まあ、そうするともう完全にアメリカと中国の代理戦争になりますからねえー、まあこれは長引く方向に行くでしょうねでまああとでやりますけどもアメリカの大統領が、えー、キーウに行きましたで多分近平がそろそろモスクワに行きますはいですからこのアメリカ対中国という構造がもう具体的に見えてますよね はい。とすると、も本当はね、一気にもう、もうもうあの戦闘機とか戦車とか一気にバーンって渡して、短期間でパッと終わらせてしまえばいいんですけども、もたもとしてると中国がね、入ってくる。そうするとですね、アメリカと中国が課税していって、戦線がいよいよ膠着して、これも長期化になりますよね。で、世界の経済はどんどん良くなるわけですよ。 中国も輸入をねエネルギー輸入を増やしていく増えていくというねはいで戦争は長引くはいまあちょっとこの原油高、えー、ガス高石炭高というねエネルギーの,ぎのみな,のきなみ高いというこの状況は、えー、今後さらに加速するだろうということですもうねオール殿下の家の人なんかもう最悪ですよ えー、今ね電気代がものすごく高くなっちゃってねまた最近まだね寒い日が多いですからね、えー、そうするともう外気のね冷たい外気を吸ってこれをですね二十何度とかって高めてあの、えーえー、吐き出すわけですからだからちょっと寒いねって言って1割2割電気代が増えるんじゃなくていきなり2倍3倍とかってなるんですね、えー、これガスだったらここまでいかないですからね もう電気の給湯とか電気の暖房なんかもう最悪ですからね。環境に悪いですからね。より多くの燃料を使っちゃいますからね。